どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。今回は今月発売予定のライズオブローニン、武器種と流派、戦闘スタイルのようなものになるんですが、映像付きでざっくりご紹介していきます。ちなみに今回ご紹介するものは動画編集時点で映像が公開されているものになりますので、全武器種全流派っていうわけではありません。ご了承ください。ではまずいろんな武器種と流派を見ていく前に、まず武器種と流派についてざっくりご紹介していきます。ライズオブローニンでは和洋様々な武器種があるので、武器種によって攻撃アクションも違いますし、特性も変わってきます。そしてさらにいろんなキャラとの因縁を深めることによって新しい流派を習得できるんですが、流派を切り替えることによって同じ武器種でも攻撃が変化します。で、流派は結構いっぱいあるみたいなんですが、大きく分けると天、地、人の3つに分類されるみたいで、自分が使用している流派と敵が使用している武器によって相性の有利不利があるようです。なのでプレイ中結構武器種と流派を組み替えながら遊んでいくのかなと思うんですけど、その組み合わせいじりながらやっていくのがめっちゃ面白そうですよね。ただ発売日がドラゴンズドグマ2と被ってるんよなっていうのが今月入ってからの悩みですね。それを置いといて、実際に武器種と流派映像も合わせて見ていきましょう。まずは刀から、映像で確認できる流派は無名流と北進一刀流、他にも映像ではないんですが野牛新影流とかもあったりします。刀は一番ベーシックな武器になるんですかね。攻撃力だったり速度のバランスが取れた武器になります。無名流はどんな状況にも対応しやすいというのが特徴です。続いて北進一刀流、これは連撃で敵を圧倒することが特徴。無名流みたいに柔軟というよりもかなり攻撃型の流派なんですかね。では続いて槍、映像では宝蔵院流というものだったり樹徳院流という流派が確認できます。槍の特徴としてはリーチと範囲攻撃、宝蔵院流は突きだけではなくて薙払いのような範囲攻撃も特徴です。そして樹徳院流は離れた場所からでも攻めやすい流派になってるみたいです。槍のポテンシャルをフルに引き出しやすそうな流派ですよね。続いての武器種は二刀、映像で確認できる流派は2.1流と強心命地流。二刀はとにかく手数が優れた武器種になります。 2.1 流という流派は素早い動きと連続攻撃が特徴になるみたいですね。とにかく攻める、まさしく双剣っていう感じがしますね。そして強心命地流という流派、この流派は重い一撃が特徴ということで、さっきの 2.1 流とは真逆な感じですかね。2刀の武器種自体の特徴としては手数だったりするんですが、この流派は確かに 2.1 流と比べるととにかく手数っていう感じではなさそうですね。ではでは続いて銃剣、映像で確認できる流派が無名流と騎兵隊式になります。他にもフランス式の流派とかもあるみたいです。銃剣の無名流も刀同様にどんな状況にも対応しやすいっていうのが特徴になってます。いやー、銃剣もめっちゃかっこいいですね。そして騎兵隊式、これは連撃で圧倒するかなり攻撃型の流派になってます。はい、続いての武器種が大太刀、映像で確認できる流派が野牛新影流と野太刀次元流になります。野牛新影流は敵の動きを読み5の線を取ることが特徴です。なのでこの流派はどちらかというと攻めというよりもカウンター寄りの戦い方なのかもしれません。なんか野牛流って聞くとめっちゃ銀玉思い出しますね。続いてが野太刀次元流、これは一撃火力に特化した流派になります。映像を見る感じ、なんか侍感があると言いますか、結構ダイナミックな攻撃する流派ですね。続いての武器種は個人的に結構好きなんですが、薙刀、映像で確認できる流派としては神道無念流と北進一刀流になります。薙刀はリーチと気力攻撃に優れていて、神道無念流は重い一撃を入れて前方に突き進む流派。薙刀とこの流派の組み合わせかなり使いやすそうですよね。ずっと俺のターンみたいな戦い方がかなりしやすそう。そして北進一刀流、刀でもあった流派ですね。重い一撃というよりも連撃が特徴の流派になります。続いての武器種は体験、最大火力を誇る武器種になります。映像で確認できる流派は無名流と天然神流。無名流はさっきから何回か登場してるかと思うんですが、どんな状況にも対応しやすい流派になってます。体験はこうして見ると見た目が若干大太刀に似てますね。
はい、そして続いての流派が天然神流。体術による気力ダメージを狙える流派ということで、これは他の流派とは結構違ったコンセプトですね。気力ダメージ重要なゲームになると思うので、結構強い流派かもしれません。では続いて遠距離武器。これに関しては多分流派とかはないと思うんですが、映像出てるのが長銃、弓、手裏剣、短銃です。長銃は発砲音の関係で敵に気づかれやすいけど攻撃力、弓は音が出ないのでステルス向きになるみたいです。で、手裏剣とか短銃はロックオンしたまま使えるのかな。長銃とか弓みたいな手動のエイムは必要なさそうです。今回ご紹介したもの以外にも、トリビ砲っていう火炎放射器みたいな武器があったり、近接武器でいうとサーベルとか牛尾刀っていう武器種もあったりするんですが、現時点では武器紹介映像がなかったので今回は省かせていただきました。流派に関しても今回ご紹介したもの以外にもいくつかあると思います。武器種と流派の組み合わせで結構変わってくると思うので、いろんなスタイルを楽しめるゲームになっているんじゃないでしょうか。はい、ということで今回は全ての武器種ではないんですが、いろんな武器種と流派をご紹介させていただきました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして概要欄に Twitter、X もありますので、そちらのフォローもぜひお願いします。それではまた、バイバイ。